暑い日が続く中、稲城市にある読売ランドはプールに風鈴イベントと涼しく過ごせるレジャースポットとしてにぎわっているようです。太陽がさんさんと降り注ぐ中、プールは多くの人でにぎわっています。ウォータースライダーに流れるプール、浮き輪に乗って楽しむ多くの子どもたち。全国で3年ぶりの行動制限がない夏休みを迎える中、よみうりランドでは新型コロナ対策として入場制限を行っていますが、それでも連日多くの家族連れなどでにぎわっています。楽しいです。僕は流れるプールが楽しいです。飛び込み台楽しかったです。めっちゃ楽しいです。何が楽しかった？全部全部プール最高。また16年目を迎えた毎年恒例のスタッフによるシンクロショーを今年も開催。かっこよくて面白いスタッフのパフォーマンスに会場は拍手と笑顔に包まれます。そしてプールの他に夏を感じられるこんな催しも。よみうりランドに併設されているフラワーパーク花日和には、職人によって一つ一つ手作りされたおよそ300個の風鈴が飾られています。花柄のものやひまわりや朝顔といった造花が入ったオリジナルのものも。目と耳で涼を感じられる空間が広がっています。またその他にもよみうりランドでは今しかできないこんな体験も子どもたちに大人気なんです。行ってくれましたね。乗れるかな、乗れるかな。はい。今年6月に誕生したアシカの赤ちゃんを間近に見られるイベントです。バックヤードで遊ぶ姿や子育ての様子など、今しか見られない可愛らしい姿に参加した人たちも大満足です。楽しかった、可愛かった。お母さんの上に乗ろうとしてたのが可愛かった。赤ちゃんアシカは名前がまだ決まっておらず、あさってまで公式サイトで名前を決める投票が行われています。